どうもしゅんです。こんにちは、ひかしです。はい、ということでですね、僕たちは今とあるオフィスの前に来てるんですけども、今から面接をさせていただく会社はハックジャパンさんという会社なんですけども、シリコンバレーと日本にオフィスがあって、シリコンバレーで起業された日本人の方が、20歳で起業されたのかな、戸村さんという方が起業された会社なんですけども、投資家評価サービスのを運営されてる会社なんですけども、その面接に今から僕たちは行こうと思います、はい、休学してシリコンバレーに行きたいっていう方は、戸村さんが休学費を全額負担してくださるらしいので、気になる方はツイッターまで飛んでみてください。はい、頑張りましょう、頑張りましょう、行きますか、はい、行きます。はい、ハックジャパンの新卒採用試験を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ハックジャパン代表の戸村です。ビジネスでブロッカーの松田です。マーケティングマネージャーの福島と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。弊社ハックジャパンは、シリコンバレー東京、この2拠点で、主に、2つのサービスをやっています。1つ目はですね、留学生を対象にチャットボットで、就活サービス、就活サポートができる、サービスをやってまして、もう1つは、2B 向け、法人様向けに、企業投資家の評価サービスをやっています。まずは簡単に、しゅんさんとゆかしさんの自己紹介をよろしくお願いします。はい、じゃあこれから言うです。はい、金沢大学3年の福田しゅんと言います。僕は大学時代は YouTube 活動を主に力を入れてやってました。誰もが見たくなる YouTube チャンネルを運営今もしております。よろしくお願いします。法政大学キャリアデザイン学部4年の中村ゆかと申します。キャリアデザイン学部はさまざまな人の成長に関しての勉強をしていて、自分はその中でもコミュニケーション、意思疎通においてのデザインを主に勉強してきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。弊社の起業理念は周りの人からハッピーにするっていうことなんですけれども、2人にとって幸せっていうのはどういうことなのかっていうのが一つお伺いしたいことと、我が社でそのどういうふうにお二人が幸せになるのか、私たちをどういうふうに幸せにしてくれるのかっていうことをお伺いしたいです。しゅんさんからお願いします。はい、じゃあまず幸せの定義から、言わせていただこうと思います。はい、僕にとっての幸せの定義は成長率にあります。で、まあ、さまざまな自分の中でも幸せを感じる点はあるんですけども、一番は成長率というところで、例えばなんですけど YouTube チャンネルを運営していて、昨日よりも登録者数が何人伸びたとか、昨日よりフォロワーが何人増えたっていう、そこの伸び率に対していつも幸せを感じています。自分が御社に入ることによってどのような幸せを感じ、どのような幸せを提供することができるかっていうことに関してなんですけども、僕は学生時代ずっと YouTube チャンネルを運営していて、でその YouTube チャンネルっていうのは就活生向けに今運営をしております。でそれによって、就活支援の会社を立ち上げたりとか、例えば就活イベントを立ち上げたりとか、どっちかというと個人で一人で YouTube チャンネルをやるっていうよりは誰かを巻き込んでいくタイプだと自分の中では思っております。自分が御社に入っていく中で、その誰もがやったことがないことに対して新しい試みとして何かを始めて、いろんな人を巻き込んでいくっていうことが得意なので、刺激だとか、新しい取り組みがその幸せの中に入るのであれば、幸せの定義の中に入るのであれば、御社にその新しい風を吹かせる自信はあるかなっていうふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。それではゆかしさんお願いします。はい、私の中でのその幸せっていうものなんですけど、自分の中では共感っていうものに対してすごく幸せを感じます。これはどういうことかというと、そのこれまでどんなに辛い時も、どんなに逆にこうすごい楽しい状態でも、何か物事をやり遂げる時にこう周りの人と一生懸命こうみんなで協力してやってきたことも、それがすごく成功するための大事なエッセンスだと思っていて、そのみんなをまとめたりみんなで協力したり、そういったものに必要なのがその共感って部分なのかなと思っていて、で自分が相手に対して共感することも、その自分の辛いって思ってることに関して人から共感されることも、どっちもやっぱ少しずつお互い認められているなっていう意識をどんどん生ませてくれるからこそ、それが幸せにつながってるかなっていうふうに考えていて、実際に記者に入社させていただいた時に、
これまでずっとやってきたその共感っていうものに対して、チームのメンバーに対してもお客さんに対してもそういった共感っていうものを大事にしながらこうやっていくことができたら、それが自分の幸せでもあるし、そのチームメンバー、お客さん、すべての関係者の方々の幸せにもつながるんじゃないかなというふうに考えています。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。この質問の意図としては、はい、割とその面接を受ける就活生ってあらかじめ企業のリサーチをかけに来ると思うんですよ、はい、でそのリサーチの、流度がどれほどのものなのか、リサーチ力がどれほどのものなのかっていうのをまず見たいっていうのと、そのそうですね、そのリサーチをした中で自分の持っているスキルがいかにその企業に貢献できるのか、そして企業から何を求めるのかっていうところまでも割と、分析してきたらギャフンとなるんじゃないかな。なるほど。じゃあ僕からの質問なんですけど、はい、人生は主に2つに要約されると思っていて、大切な何かを見つけるため、そしてその大切な何かを、守るためだと僕は、思っています。お二方がこれまで生きてきた21年間、生きてきた中で、見つけられた大切な何か、そしてそれをどのように守っていきたいかをお聞かせいただけたら嬉しいです。僕自身の一番、まあ、21年間の人生を振り返った時に、先ほどの幸せを感じる定義とも結構共通した部分があるんですけども、一番大切にしたいことは挑戦することだと思っております。で、具体的に言いますと、今までの人生を振り返った時に、何か一つの目標に対して、それに向けて誰かを巻き込んで一つ一つ課題を解決していくっていう時が一番楽しくて、でそれによって手に入れた仲間だとか大切な、ものをたくさん手に入れてきたので、自分の中で一番挑戦することをこれからも大切にしていきたいし、今までも大切にしてきました。仲間、いいですね。高橋さん。はい、大事にしていきたい、かつ今後これからも守っていきたいものとしては、コミュニケーションを取る際の捉え方っていう面をこれからも大事にしていきたいなって思っていて、でこれまで自分の人生が変わってきたりとか、機会を得ることができてきたきっかけも全部その誰かの言葉だったり、そういった人とのコミュニケーションによって自分の人生ってすごく多くの人に支えられて変わってきたなって思った時に、こうその中で自分がこうあまりよく考えないで自分の言葉だと思って発したことが、例えば誰かを傷つけてしまったりとか、人によっていろいろな捉え方をしたりとか、いろんなそのなんていうんですかね、その繊細さがやっぱ変わると思うんですけど、そういったその人によって何事も捉え方とか見方っていうものが変わるっていうことが、これまでその人生でコミュニケーションを通してすごく考えできたことだったので、これからもそのどんな人に対してもその話す先には相手がいることを忘れないで、自分のやりたいっていうビルもすごい大事だと思うんですけど、それよりも自分はこう誰かを傷つけないようにしたいとか、誰かをちょっとでも幸せにしたいって思いがあるからこそ、人によってやっぱ十人十色考え方も見方も変わるってことも今後大事にしていきたいと思います。素敵ですね。ありがとうございます。その質問の意図は YouTube の登録者数なのかもしれないし、その登録者数を稼ぐために自分が絶えずにやってきた毎日投稿するということかもしれないし、そのいろんな何か大切なものって言っても物体かもしれないし、想像かもしれないし、人かもしれないし、それが何なのかっていうと、その何かおそらくそれを守るためにこれまでに、ね、辛い思いとかたくさん荒波、1年生の荒波があったと思うんですけど、それをどう乗り越えてきたのかみたいなのを聞きたいな。なるほど。じゃあ僕のそのさっきの話は不十分でしたね。いやいやいや、どのように解決してきたかって、苦難を解決してきたかみたいな話ができればいいなっていう。それも一つ、抽象度高いですね。抽象度高い。
いかにこの抽象度高いものを細分化できるかっていうのが今までで一番難しい。でもこの原体験でその周りがどうのこうので辛い思いしたっていうのはすごいハートをつかむのは上に素晴らしいアシスタント。しゅんさんとゆかさんにお聞きしたいんですけども、はい、これから新卒採用の流れがどんどん変わってくると思うんですけども、どのように変化していくとお考えでしょうか。もうますますその情報格差じゃないですけども、大学生1年生から就活を始める層と大学3年生になってから始める層の差がもっと広がるかなっていうふうには思ってるんですけども、同時にそこにちゃんと何ですかね、チャンスというか負があるので解決しようというビジネスチャンスもあると思うし、それを自分が解決しようと思って今活動しているところもあるので、個人的には就活解禁っていうのはターゲットが広がったので嬉しいなっていうふうには思っております。で、今後就活新卒採用の領域においてどのような変化があるかっていうことにおいては、僕の完全な予想ではあるんですけど、もちろん地方と、都会の就活の情報の格差っていうのは依然としてあるままだとは思うんですけども、だんだん減っていくかなっていうふうには思ってて、例えば、まあ、こういう動画の、発信によって情報格差が埋められたりとか、ウェブ面接とか動画面接とかっていうのも徐々に企業の方が取り入れていると思うので、ますますその格差は広がりつつも、意欲のある、地方にいる情報格差をもともと感じていた学生に関しては、逆に埋めれるのかなっていうふうに思ってて、なので、新卒採用の、撤廃、6月から解禁みたいなのがなくなったことによって、頑張ろうという人が報われやすい社会というか新卒領域になるのかなっていうふうに個人的に思っております。いるか果たしてアメリカにいるかとか関係なく、はい、常に発信者であり続けることが割と有利に就活ができる、はい、っていうふうに考えております。はい、その経団連がその6月で用意ドンって始めるのなくすっていうのもニュースで聞いていて、まあ、そのきっとする学年ではないんですけど、そこで自分がもしその代だったらこう思うなっていうのが、その就活を始める時期っていうのももちろんそうだと思うんですけど、就活を終わらせる時期っていうことに関してもすごく自分の中ではモヤモヤする部分があって、それがこれまでだったら大体6月とか9月、そのいわゆる日系の大きい会社の内定が出る時期や内定式の前の時期がちょうど自分が本当にどこの会社で何がしたいのかっていうのを見極めて一つの会社に絞るっていう時期だったとは思うんですけど、今後どんどん通年採用になっていったりするってなった時に、そのよしここにしようっていうのをいつどんなタイミングで決めていったらいいんだろうとか、例えばそのいろんな会社の内定を持っておいて最後どこに決めるっていうその時期はいつになるんだろうとか、1年生で持っていた内定は4年生の10月まで持つのだろうかとか、そういった最後自分が意思決定するにあたっての課題っていうのが結構出てくるような気がしていて、そういう意味に関してはどの選択肢を選んでも正解でもあるだろうし、もしかしたら間違えてるかもしれないんですけど、そこをどういうふうにその人事の方とか社員さん側が自分たち学生に対して接してくれて、より自分たちがここにしようっていう確固たる意思を持った意思決定ができるようになるのかなっていうのが、もう本当にその割と人事の方とかのスキルによってすごく変わっていきそうだなっていうようなイメージがあります。企業一社一社が考えていかないと、取り込んでいかないといけない点からということを考えています。ありがとうございます。しゅんさんお願いします。はい、あ、森田しゅんさんとゆかしさんは私たちから見て間違いなく新卒ラインで就活をしなそうな人材だと考えているんですけれども、今回一新卒で就職するのであればどのような会社だと行きたいと思いますか。はい、ください。僕としましては、いろんな就活の軸というか会社を選ぶ際にいろんな要素があると思うんですけども、人に一番重きを置いています。で、人といってもいい人が多いから働きたいとか、尊敬できる人がいるから働きたいという気持ちももちろんあるんですけども、それよりも
企業理念があって、その企業理念に、自分自身が共感できて、その会社が成し遂げたいビジョンに向けて本気で取り組んでいる、みんなが仲間となって一つの船に乗って進んでいるっていう会社が素敵だなと思うし、一緒に、ジョインしたいなっていうふうに思っております。で、自分自身はずっと個人の、人を巻き込む力はあると自分で先ほどおっしゃって言ったんですけども、とは言っても個人での活動が主だったので、そういった組織の一員として一つの目標を成し遂げるっていう経験がないので、そのためのスキルとかも不足していると思うので、そういったスキルをつけたりとか、そういう未経験のことをやってみたいっていう点において、ビジョンに共感して本気で取り組んでいる人たちがいる会社に所属したいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。では江口さん、お願いします。はい、組織や人っていうことに関しても大事にしたいポイントはあるんですけど、実際に私がこういう会社に入りたいっていうような会社は、一番優先順位が高いもので言うと、その分野横断ができるような会社っていうのがあります。これは自分自身の就活のエピソードにもあるんですけど、コンサルタントの面接試験を受けるときにケース面接っていう、その実際にのビジネスケースを解いてもらうっていうのがあると思うんですけど、デザイナーのインターンに行った時も同じようなこういう問題を解いてくださいっていうのがあって、でもデザイナーのコンサルタントも同じような問題を解いているのに、この2つが全然一緒に仕事をしないっていうことに関してすごく自分は疑問を覚えて、2人以下の2つのお仕事の人たちが一緒にやった方が絶対もっといろいろな解決方法とかで生まれるんじゃないかなというふうに思ったんですね。なった時に、例えばそのこれまで自分が面接から聞いてきたのは、チームの編成にどのぐらいビジネス職以外の方がいらっしゃるのかとか、実際にエンジニアやデザイナーからビジネス職に移った人がいるのかということを聞いた時に、できる会社もあればできない会社もあって、自分としてはどんな物事だったとしても、いろんな視点からいろんな意見や声が集まってできたプロダクトのが、やっぱりその一つの知見だけで作られたものよりも絶対に多くの共感を生んで世の中に出ていくようなものになっていくかなというふうに思っているので、そういった意味でも自分はこうどんな分野横断ができるような会社で働きたいなというふうに思います。うちですね。新卒採用制度が大きく変わっていく、でその中で割とこの市場のど真ん中にしゅんさんだったりゆかしさんがいらっしゃる、でしゅんさんやゆかしさんのようないわゆるインフルエンサーから見えている、インサイトっていうのはものすごく価値のあるインサイトで、我々のような社会人が見えてこないインサイトだと思うんですよね。普通に働いてて企業は当たり前のようにうちの企業に入ってくれるだろうという上から目線で考える方が多いので、フェアにこの市場をどう見ているのか、そしてどういう企業で働きたいのか、企業も同じように選ばれる側の立場にならないといけないという視点から、どういうふうな企業を探しているのかっていうのを聞きたかった。よろしくお願いします。この3つが主な私たちが聞きたいインサイトですね。そういう意図を踏まえると、僕の回答はその意図を組めてなかったなっていうふうに思うので反省しております。いやいや面接にしろ何するにしろ、またこの人と会いたいなと相手に思わせてもらう、相手に思ってもらうのが醍醐味だと思うんですよね。僕たちも同じようにしゅんさんゆかしさんに会いたいなと思ってもらえるかが割とキーポイントだと思うので、どうこの短時間でその会ってもらいたいなとお互いが思われる存在になれるかっていうのを、割と一つ一つの言葉を選択するにしてもそうですけど、頭の片隅において今後社会に飛び出してほしいなと思います。すごい勉強になります。ありがとうございます。全体的に多分原体験に基づいてお話しされていたので、すごくこちらとしてもお二人がどういう方なのかっていうのは明確に分かったような気がします。で、田村さんからも話があったんですけど、もう少し会社に寄せてというか、そうですね、その自分たちがこういう人たちなんですっていうのをもっと会社に寄せて話せたら
良かったんじゃないかなと思います。確かに、そうですね。すみません、本当に。ありがとうございます。以上です。PR はすごくお上手で、うん、なんかもっとこう YouTube のページを見てみたいなと思ったりはしたんですけど、うん、じゃあこの会社のことをどれだけ調べられたのかなとか知ってるのかなっていうのは、まあ、少し薄かったかなっていうのは感じました。まあなかなか分かりづらい業界だとは思うんですけど、まあ、業界全体調べてみるとか会社だけじゃなくて他にこういう会社ありますけどどういう違いがあるんですかっていうのを質問してもらったりとか、そういうことがちゃんと調べてるんだなっていうのは感じると思うので、まあ、実際普通に就活した身なので2年3年前になんかそういうことは私がやってたかなっていうのをちょっと思い出しました。勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。僕たちも同じように、まあ、旬ダイアリーさんをすごい分析してここに来るまでに、これまでの面接の内容を聞いて、まあ、かぶったら PV 数落ちるしチャンネル登録者数成長率落ちるなと思ったんで、これまでに聞かれていないような3つを選択しました。あとはあの企業が見てもやはり旬ダイアリーさんにのコンテンツは素晴らしいと思っていただけるような、あの企業が見ても価値になるためになる、質問にさせていただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ勉強になりました。いや、とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。